Tatsuya-kun.武器を達也君だね。誰だ。誰だってな、随分冷たいじゃないか。竹永。連絡だけは取れるようにしてほしいね。久しぶりに近況を教えてくれないか。いろいろ聞きたいことがある。クソ。おい待てよ。 エンドだ。 車出せ。え？急げ、早く。あ、はい。 お客さん、どちらへ？ どこでもいい、後ろのパトカーを巻け。 わかりました。 てめえ、気をつけろ。 なんとか参りたいんだな。サンキュー。運転手さんもういいよ、ちょっと手持ちがないから七福通りに向かってくれ、そこで払うよ。いえ、お代は結構です。なんで？結構ですから。それよりお客さん、見たところ18歳ぐらいですかね。関係ねえだろ。いや私にもちょうど 同い年ぐらいの息子がいてね、元気そうな君を見ていると複雑な気持ちでね。頸髄損傷、もう歩けないんですよ息子は。1年前の喧嘩が原因で。それが何だよ。お客さんは1年前何をされてたんですか。まだリングには上がってなかったんでしょ。 お前何者だ。1年前頸髄損傷。藤本、まさか藤本の親父。達也、よくもうちのやつやってくれたな。ああ、なめんな。大体そいつから文句言ってきたんだぜ。ふん。藤本、 相変わらず暑苦しい奴だな。可愛い後輩の敵討ちか。その前に後輩くらいちゃんと教育しろ。お前も同じ目に遭わせてやる。
勝負せよ。やめとけよ。達也に勝てるわけねえだろ。空手少年の敵討ちなんて興味ねえよ。逆に後悔するぜ。それにお前だって空手取っちまったら俺らと変わらない悪じゃねえか。確かにこれは敵討ちだ。でもそれだけじゃない。じゃあなんだ。俺の親父の空手をバカにしたからだ。は？意味わかんねえよ。おさむ、お前なんて言われたんだって。弱っちい空手なんてやってるから負けるんだって。なこと言ったっけな。おさむを教えてるのは俺だ。そして俺は親父に教わっている。つまりお前の言ったことは俺の親父を。そういうとこがうざいんだよ。お前マジでいい加減に。とにかく理由はそういうことか。上等だこの野郎。おい達也、何ムキになってんだ。うっせえ。そのうざい考え全部ぶっ潰してやるよ。かかってこいや。決まった。終了。おい、もう決まりだぜ。おい達也。親父、ごめん。やっぱな、さすがじゃん。うるせえ。傷害罪だと冗談じゃねえよ。男と男の勝負だぜ。勝ったからパクられんのか。ふざけんな。その理屈、君の場合は通用しない。補導歴があるからな。それに今回の障害は半端じゃ済まないぞ。なんでだよ。相手は頸髄損傷の重傷だぞ。え、容赦ないことするな。抵抗できない相手の首に回し蹴りでも入れたか、それともバットで殴ったか。ちげえよ。俺はそんな真似してねえ。結局藤本はそのまま入院し、頸髄に損傷を負った。そして俺は理由のわからないまま障害で1年少年院に入る羽目に。しかし今になってその親父がなぜ、俺が誰だか知っててなぜ俺を助けた。のこのこ出てきやがって。何？どうだい、地下格闘場でスター扱いされる気分は。なぜそれを。偶然とは恐ろしいね。きっと息子の執念が招いてくれた偶然だな。スネオも悪だったが、お前のようなクズとは違う。空手だけは真面目にやっていた。私が教えた空手だけは。だがもう息子は立てないんだよ。違うんだよ、聞いてくれ。なのに貴様、のうのうと格闘家ずらしてやがる。たかだか1年ぐらいで出てきやがって。大垣様を葬らないのなら俺が。あ、ウキは探してたぜ。ぶっ殺してやる。勝てっと思ってんのか。
やめてくれ。何でもするから、何でも。
何もいらねえ。そうだ お前まだ保護官だろ、あの事件で。でも俺知ってるぜ、あの空手野郎の首へしおったやつ。何？ほら何やってるんだ。
じゃすみませんよ。
てやるよ。てめえ舐めてんのか。ふざけんじゃねえぞ。ほら、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 あい、あい、いや、いや、ほら、あいつは。ドロ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 。さ、ドロえドロ。さ、ドロうわ。私も気持ちよくなってきたよ。あーもっと落ち着いて。私も気持ちよくなってきたよ。ほらよ。ほらよ。ほらよ。交代。
気持ちよくなってきたよ。ほらよ。いやん。ほらよ。仕事しなさいよ。もうしっかり。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よっしゃい。よっしゃい。いらっしゃい。
らっしゃいませ。よし。またどうぞ。どうぞ。よし。またどうぞ。よっしゃ、決めるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Shut up!
ス。
らっしゃいませ。はじめまして、星屋です。何頼む？何頼む？いいと思うよ。乾杯。ねえ。そうだよ。あのね、うん。私。あのね。そっち系のノリだ。そういえば、そうだよ。ちょっと聞いて。あのね、私、そういえば、ねえ。なあ、うん、そんな、あ、次はもっと話そうね。こっちお願い。そういえば、あ、はい、あやの名刺。ございました。やってやるよ。伸びてんのか？Shut up!
っしゃいませ。ありがとうございました。おい、いい気になってんじゃねえぞ。
丈夫か？首が、早く救急車。お前は弱っちぇ、空手なんてやってるから負けるんだって。右京、なんでいるんだ？ちょっと聞きてえことがある。なんだよ。そうか、俺も藤本先輩みたいにする気か？ちげえよ、そもそもあれは また同じこと繰り返すのか。この騒ぎもお前の仕業か？また鑑別所送りだぞ。警察に通報してやる。俺を売る気じゃ。達也くん、さあさあ、今夜の勝負は見逃せないぜ。これが本当のリベンジデスマッチだ。我らドラゴンヒートが誇るカムロの恐竜達也に挑むのは47歳のタクシードライバーノブミチ。なんと達也に息子を頸髄損傷に追い込まれた男が仇を取るためにルール無用のコロッセオに登場だ。どうだ気分は？この野郎、勝手な試合ばっか組んでんじゃねえ。俺に恨みのある人間なんてぶつけてきやがってよ。怖いか？アホか、あんなじじい怖かねえ。それじゃ紹介しよう。凶暴な竜を地獄へのドライブ一直線へと連れ込み、息子の恨みを晴らせるか。オンザテイクレイジーリベンジャー藤本のぶみち。見ろ、あの顔。顔？なんだ？いいか、親というものは子供のためなら命を投げ出してでも何でもする。それが傷つけられた恨みならなおさらだ。
あんた本当汚ねえよな。何がだ。俺が強えからって今度は俺がやりにくい相手ぶつけようと考えたんだろ。心配無用だ。俺は甘くないと言っただろう。いいことを教えてやろう。藤本は全日本を3度制した空手の猛者だ。な、伝わってくるだろう。これが本当の恐怖だ。解くと味わうがいい。なんて恐ろしい顔してやがんだ。まるで底のない沼を見てるような目だ。だが俺にも後はねえ。やるしかねえんだ。それじゃあ今夜のリベンジのターゲットを紹介するぜ。オンザヘッド目下3連勝中のカムロの恐竜タツヤ。おっさん、やめるなら今のうちだぜ。息子の苦しみを味わうがいい。正統派空手よ。パンチもキックも一撃必殺の威力があるわ。接近戦で投げを主体にして。そら！Mm-hmm.
絶頂。掴んで投げるの。Yeah!
お前、本当にやったのか。なんだ。お前、本当に爪をあんな目に合わせたのかって聞いてるんだ。違う。何？でも、違うって言いてえけど、あんな目に合わす気はなかったけど、確かに俺は手を出した。それは本当だ。なんだと？何が言いたい？俺も常雄がなんでああなっちまったのかわかんねえんだよ。わからん。しつけえな。誰なんだよ。傷害事件のことでお電話いたしました。先ほど神室町での傷害事件がありました。犯人の少年は逮捕したんですが、被害者の証言から今回の犯人が過去の常雄くんの暴行にも関与していたことが明らかになりまして。その犯人って。犯人の名前は杉山。杉山治。同じ空手部の後輩だったそうです。後輩？治ってあの理由は。強いて言えば怨恨といったところでしょうか。部活動でかなりきつい仕事を受けていたようですし、あと右京とかいう生徒のことを相当根に持っていたようですな。なんだ。もう一度だけ聞く。お前は本当に常をあんな目に遭わせたのか。私にはわからん。お前は最後とどめを刺そうとしなかった。抵抗できない人間の首を折るほどの人間がなぜそうしなかったのか。病院。もしもし。この声は常雄。親父、達也との試合はどうなった？俺と戦うことを知ってたのか。親父達也はいるのか。俺だ、達也だ。そうか、親父は負けたんだな。よかった、ありがとう。よかった。ああ、それできっと親父は分かってくれるはずだ。もしもし、爪をか。何？わかった。お前の言う通りだ。爪をか、今日リハビリで初めて歩けたぞ。そうか。私はただの逆恨みをしていたのかもしれん。事実に目を向けず、やり場のない怒りをぶつける先を探していたんだ。でも俺は確かに常を。いや、常をはずっとお前を恨んでいなかった。むしろ私に言い続けた。右京達也は恨むべき男ではないと。だが私の怒りは消えなかった。私は常をの言葉がどうしても信じられなかった。だからどうしてもお前をこの手で。ドラゴンヒートに出たのは常雄の勧めだ。私が常雄に君がドラゴンヒートに出ていることを言った日だ。あのガキにのうのうと格闘家ずらして。親父。なんだ。親父、ドラゴンヒートで戦いなよ、達也と。そうか、仇を取ってほしいんだな。違うよ、
達也を知ってほしいんだ。どういう意味だ。戦えばわかるよ。それに親父は負ける、きっと。なぜだ。親父いつも言ってるぜ、逆恨みとか敵討ちとかそういうことで戦うなって意味ないってさ。あの日俺は達也に敵討ちを申し入れた。親父の空手が否定されたような逆恨みの気持ちもあった。今思えばあの時点で俺はバカだったんだ。でも常を、むしろそんな理由でも戦ってくれたのは達也の方なんだ。でも親父はそれじゃ納得できないんだろう。私も空手をたしなむ身だ。戦ってみてわかった。お前は強い。常雄がさっきの電話でも言っていた通りだ。あれは喧嘩だったが、男同士のフェアな戦いだったと。常雄が子供の喧嘩に口出しして、卑怯なのは親バカの私だな。常雄には奴のために戦ってくれる親父がいて、思ってくれる仲間がいる。なのに俺は。お前さんは大丈夫か。まあな。いて無理しないの。藤本さん肋骨3本折れてました。なのにあそこまで頑張れるなんて。父は強しね。ああ、あのお父さんがそばにいれば常雄君も絶対歩けるようになるわ。お前本当にやったのか。なんでさっきやったのはお前かと聞かれた時、自分じゃないと言わなかった。言えなかったんだ。なんで。常雄も俺があそこで相手にしなかったらあんな事件にならなかったのかもしれねえって、そう考えてたら。確かにそうだな。何。戦いに大切なことは責任を問うということだ。責任。何の。戦いの理由は星の数ほどある。自分のプライドのため、人のため、金のため、その理由にみんなこだわりがある。だが戦った結果は勝敗以外の思わぬ結果を生むことがある。結果。どんな結果にせよ自分の戦いの結果は全て自分のものだ。思い通りにならなかったと言って後でどうこう言い訳するのは逃げることと同じだ。お前はお前さんなりにその結果に責任を感じたってことだ。だからあの時親父さんに言えなかった。でもそれは自分が起こした結果をお前さんが受け入れたということだ。その姿勢が最後に親父さんに伝わったのさ。その常雄という子も立派だ。自分の責任をちゃんと感じているんだからな。男っていうのは自分のやることに責任を持たなければならないってことだ。痛むだろう。ほら背中見せてみろ。くそ、何が親父だよ。親父どころかお袋の思い出も俺には何もねえ。預けられた親戚の家には居場所がなかった。親もいねえ、金もねえ、頼れるのは自分だけ。俺は自分の力でここまで生き残ってきたんだ。責任だ、納得だ、綺麗事じゃねえか。ふざけんな。常雄が今日リハビリで初めて歩けたそうだ。男っていうのは自分のやることに責任を持たなければならないってことだ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、なんのがこれ。なんだと。サガ。サガ。サ。オゲ。
おい。Thank you.
おい、くそ。ここは長楽の近くか。戸田、奴は死んだはず。俺が殺してしまったはずじゃないのか。おい、どうして私から逃げたんだ。こんなところで何をしている。くそ。武器を。チキショー、もう終わりだ。乗れ。危機一髪、ピンチを救う救世主ってやつか。天馬、見たかよ、竹中のあの悔しそうな顔。お前どうして。あ、だって気になるじゃんよ。あの後から携帯も全然繋がんねえしさ、ずっと探してたんだぜ。スーカ。ああ。なあ達也、お前ドラゴンヒートに出てるってマジか。お前それ誰から聞いた。あ、ああ、お前俺の顔の広さ知ってるだろ。網張ってりゃ大概の情報は入ってくるって感じだからさ。クキか、ドラゴンヒートの客から漏れたのか。それとも、達也、この前は悪かった。ちょっと言い過ぎたよ。仲間にヤバいこと一人でやらしちまったってさ、気になってしょうがなかったんだ。あの日っきり連絡も取れなくなっちまって。お前大丈夫か。あの後何があったんだ。なあ、どうなったんだ。おい、仲間だろ、ほら話してみろよ。やっぱり俺を札に売る気で。何勘違いしてんだ。あ、俺は一度もお前を仲間なんて思ったことはねえ。達也、だってそうだろうが。俺とつるんでたのは一緒にいれば美味しい思いができるからだ。金、女、それだけだ。仲良しごっこやってんじゃねえよ。お前もう俺に近づくな。右足。そうかよ、達也。よくわかったぜ。帰り、ちょっとシャワー借りてたの。ちょっと、足痛めたのね。見せて。結構痛んだ。どうだ、戦えるか。テーピングしたら歩くのに支障はないけど。けど靭帯が結構伸びてる。ローキックを受けたら激痛が走るわよ。まあ全治2週間。格闘家失格ね。ほら、もっと足出して。なあ、お前仲間いるか。友達？高校ほとんど行ってないからあんまりいない。一人か二人か、そんなもんよ。君は？誰もいねえ、ずっと一人だ。
生まれた時からな。ふーん、寂しい人なんだね。はい、終わり。とにかく茎に確かめるのが先だ。俺が見た戸田が本人なのかを。達也君、